するとスーツのスカートの裾をめくる4月なのに寒い週末の一日の終わり、下北沢の2階リビングで夢よりも今を語れ、6強が祝国の婚礼、猫道一家の猫道が第3回目の登板、夢よりも今を語れ、よろしくお願いいたします。ということでですね、都内のいろんなところで朗読のパフォーマンスをやらせていただいております猫道と申します。今日はですね、作品を2つ持ってきたので聞いてください。まずですね、私のお腹のあたりを注目いただければわかると思うんですけども、金メダルが輝いております。先日私は資格試験を受けまして、見事に不合格でございまして、その怨念を思いっきり込めてメロンパン鑑定士1級という資格試験をテーマにした作品を作りましたので聞いてください。メロンパン鑑定士1級。本日はお日柄もよく、乗り継ぎもよく、靴ひももほどけ、紅茶もおいしく、洗いガラスのシャツに袖を通して俺はさっそうと改札をすり抜け、階段を駆け上がり、試験会場へと足を運んだ。これよりメロンパン鑑定士1級資格試験を行います。いざ尋常に。スラスラとペーパーテストの筆が進む。間違いをすり抜けて叱るべきところに答えが生まれ、それもそのはず、今まで振り返ればこの6年間メロンパンのことだけ考えて生きてきた。イースト菌、フラングと香料、メロンパンなちゃ、メロンパン鑑定士になって地方行政を変える、メロンパン鑑定士になって1個だけを買う、メロンパン鑑定士になって地球環境を守る、メロンパン鑑定士になって愛人を2人囲う、メロンパン鑑定士になって、メロンパン鑑定士になって、筆記などは実技と面接、メロンパンのメッサンならもう美学校で腐るほど練習した、かの凹凸はすでに俺の頭の中にあり、表面に血ばらばる砂糖の一粒に至るまで鉛筆で再現可能である。面接に至っては試験官があんまりにも凹凸な問いかけしかしないもんだから、予想通りメロンパンの政治的役割、メロンパンの歴史的意義、メロンパンの戦争責任、メロンパンの食の安全、メロンパンのエロスとタナトス、すべて確かな論拠をもとに具体例を踏まえて己の見識を伝え切る。さて残るは特別課題の発表、こればかりは例年予想がつかない。試験会場東京ドームに移して一堂に配られたのはスコップ。一体何に使うか、これは目の前に現れたのはまだかつて見たことがないほど巨大なメロンパンであった。マンションが丸ごと飲み込まれてしまいそうなスケール感、匂い立つメロンパン。特別課題を発表します。これよりこの巨大なメロンパンの中をスコップで掘り、中に埋まってるメロンを数多く掘り出したものに配点を与えます。どうしよう、どんな箱物を見ても出てこない超難問だ。スコップを持つ手が震えた。でもこの中にひるんではいけない。これは巨大なメロンパンの裏側にもあり、まだ誰も掘ってないところにスコップを入れる。サクッ、軽い音を立て、スコップの先がメロンパンの中へ。サクッ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 、あれ、なんだ、どうしてだ。中はふわふわ、メロンパンだもの当たり前だ。イメージするんだ、イデオメロン、イメージするんだ、スプーン曲がれ、イメージするんだ、下着が見たい。
ージするんだイデヨセンロン、イメージするんだイデヨメロン、イメージするんだイデヨメロン、イメージするんだイデヨメロン、イメージするんだイデ。そう叫んでいたその時は、メロンパンにメロンなんて入ってるわけないって考えは一切頭に浮かびませんでした。そこにないものを探すとき、一番頑張れると思う。見つからなければ時の運だし、見つからなければまた探せるし、でも幸運にも見つけてしまったとき、頑張れなくなったら不幸だ。だから今日もないもの探しにそこに来ました。ないものねだりでそこに来ました。ないもの探しに、ないものねだりで、ないもの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 ねだりで歩こう。ありがとうございました。メロンパン鑑定士1級でございました。さてさて、軽くですね、今日皆さん の, あの売り込みの中に入っているイベントの告知をさせていただきたいと思います。即興詩猫道節というあのチラシが今日のパンフレットに売り込まれているんでございますけれども、詩人同士がポエトリーをあの即興でバトルするというイベントを4月の21日に渋谷のさざ波というバーでやらせていただきます。去年からですね、毎月そこでイベントをやらせてもらっていてですね、去年の6月と、今年の、3月に、ビビアンさんにも出演していただいたんですけども、猫道節というイベントでございまして、ポエトリーのパフォーマーやラッパーや俳優や言葉を使ったさまざまなジャンルのパフォーマーがですね、基本的にソロで言葉でもってぶつかり合うというライブイベントでございまして、基本ノーチャージで、お店のドリンク代のみでやっておりますので、興味のある方がいたらぜひ足を運んでみてください。というわけで、ありがとうございます。そろそろお時間なので次で終わりにしたいと思います。続いてですね